もしもし、俺ザオチン、元気？そっかそっか、よかった。俺も元気だよ。今は幕張向かってる。そう、今日ライブがあるからさ。そう、まあ、無観客なんだけどさ、でも配信するからちょっとぜひ見てよ。本当？うわー嬉しいな。楽しみにしててね。めっちゃ頑張るから。今日もさ、ちょっと Vlog 撮るんだけど、でも多分あんまり俺のこと映せないかもだから、そう、まあ、ちょっと最後映れるようにちょっとトライするんだけど、よかったら見てよ。ありがとう。あーごめん、ちょっともうちょっとで幕張つきそうだからさ、また後で連絡するわ。伊沢くんじゃないっすよ。どうしたの今日？京太くんです。京太くん？はい。何ですかさっきからカメラで俺のこと舐めまして。いや、伊沢くんいるかなと思って。伊沢くんいないですよ。伊沢くんだって会場ですもん。ここどこですか？ここは幕張メッセです。そうなんですね。はい、見ての通り人はいません。わかりました、わかりました。ミステリアスだっていいだろう、謎があるから惹かれ合ってって。本当にもう楽しかったよ。もう楽しかった本当に。6セカンドライブツアーファンタスティックエクスタシーにご来場いただきまして、そして今日の配信を見てくれて皆さんありがとうございました。もうね本当に楽しかったです。まあ今回のねまあウイルスのせいで大阪がまずできなくなってしまったのと、沖縄もできなくなってしまったのと、そして本当はね今日の凱旋もお客さんがね来てくれる、たくさんの方が来てくれるはずだったんですけれども、まあこういうライブ配信という形になってしまったんですが、でも何より僕たちは今今日の配信見ていただけたら分かったと思うんですが、めちゃめちゃに元気です。めちゃくちゃに元気だし、なんならこの後もう1公演ぐらいできるぐらいパワーあり余ってるんで、そんぐらいね元気なんで安心してください。まあいろいろね今の事態とかを考えると、最初の幕張の3公演は奇跡でした。本当に僕たちがステージ上からお客さんの観客席を見た時のペンライトだったりとか盛り上がり方だったりとか、今思うと本当奇跡だったなって思うんですけど、まあ今日は無観客ライブだったし客席にはいなかったけど、でもたくさんの方約2万人ぐらい見てたんですよ。すごいね、2万人ぐらい見ててくれてたんですけど、みんなの声は僕たちにちゃんと届きました。だからこう客席見ててもみんなが楽しんでるところとか想像できたし、コール&レスポンスもねたくさん練習してくれて、で大声でやってくれてるのも僕たちは見えてたんで、だから一緒にライブをしてたっていう感覚はめちゃめちゃあります。まあ、次もしライブができたら本当にこういう風にね無観客ライブっていうのはないようにしたいなと思いますし、さらにレベルアップしていいものを届けられるように頑張りますんで、その時はまた遊びに来てください。きっとだよ、きっとだけど、なんかサプライズなんじゃねえの？多分ね。
それを楽しみにしててください。ということで、F6 セカンドライブツアー終幕となりました。みんな来てくれて、そして見てくれてありがとう。楽しかったよ。バイバイ。ジャスティース。え？え？え？